い、おはようございますですね、きっと。はい、今の時間がちょうど6時3分。ちょうど、まあちょっと、6時をね、過ぎたところになります。はい、今、私がどこにいるか、わかりますかね。はい、まあ目の前のね、景色にね、まあ某、ね、イニシャル D ご存知あれば、はい、わかるかなと思うんですけど、漫画上はね、劇中は秋名として書かれてますが、実際はね、榛名湖という、湖のが舞台になって、はい、あれは実際ね、劇中に書かれますけれども、その舞台に、実は来ています。はい、で、ここにね、来る間途中ね、車止めて、スタート地点だけはね、ちょっと通り過ぎて撮ってきました。はい、要は、秋田の下り、要はダウンヒルのスタート地点ですね、は、撮ってきました。で、今ちょっとそれを一回通り過ぎて、榛名湖まで降りてきたところです。で、榛名湖がですね、完全に凍ってます。これ初めて見たんですけど、完全凍結ってやつですね。はい、ものすごい勢いで凍結してます。氷結、要は凍結する湖としては、長野県に、諏訪湖という、大きな湖がありますが、あそこが、完全氷結する湖として有名かと思います。あそこはとある時期、氷点下2度、いや5度だったかなぐらいまで、気温が下がると、バコンっていう音とともに、ひびが入り、御神渡りっていうね、はい、事象が起きて有名になってますけれども、まあそれここに次ぐ、多分氷結湖だと思います。摩周湖が凍るとかって聞いたことがないんですよね。あと、いろんなね、湖ありますけど、阿寒湖とかありますけど、あそこら辺が凍るっていうことを、実は私、まあ、自分が知らないだけなのかもしれませんけれども、はい、あの辺のね、湖が凍るっていうことを聞いたことがないので、まあ、多分凍らないんだろう。で、僕がね、知ってる、凍ってる湖っていうのはこの2つ。ここの、榛名湖と、もう一個、諏訪湖の2つの湖が多分凍るような、湖なんだろうなってちょっと思ってます。はい、でちょっとね、これからぐるりと回り、もう一回ちょっとビジターセンターまで戻って、ちょっと仮眠を取った上で、で気温がちょっと上がったら、リズガレージさん訪問するためにちょっと山を下る、ちょっとダウンヒルを、走ろうかなと思ってます。でこれからね、ちょっとそのなんだっけ、ビジターセンターまで車で走りますけれども、見ると分かるんですが、すごい勢いで雪が路肩にね、こうやって積もってます。本来はね、多分ねノーマルできちゃいけない場所、時期だと思います。まあ昨日ね、ちょっととある方のツイッターを見たら、なんだっけ、ノーマルの MR2 で、榛名峠上がってたんで、まあ行けるんだろうっていう、ちょっとね、結構安直な考えでここに来たんですけど、結構ひどいっす。思ったよりも雪は真っ白です。路肩は真っ白ですね。見てわかる通り、こうやってね、凍ってる雪がね、ところどころにあったりするんで、本当はこれ多分ね、来ちゃいけなかったやつかもしれないですね。まあ間違いなく来ちゃいけなかったやつかなとは思います。なのでちょっと気温が上がるのを待って、路面がね、ちゃんと溶けて、大丈夫になったのを確認したら、ゆっくりゆっくりね、峠道を、舞台となる峠道をね、ゆっくりゆっくり下ろうかなと思ってます。はい、なのでまあ今のところはね、こうやってちょっとゆっくりゆっくり走って、春の日取り来てますね。
と多分どっかすっ飛んでっちゃうんで、ちょっとなるべくワイドにラインを取りながら、走ってますけど、当然ね、対向車来たらすぐ、止まる行き、もう間違いなく止まる方向の方がいいでしょうね。無理して、ね、走っちゃうと多分すっ飛んでっちゃうんで、うまくエンブレと、普通のフットブレーキとをうまく使い分けながらちょっと安全運転で走ろうと思います。いやーすごいですね。やっぱりあったか寒いけどすごいとこに来たなって思います。で実際、まあ、これは帰りの下りで話せばいいか。はい、走った感想とかね、峠道で走った感想をもうちょっと帰り飲みながらゆっくりゆっくり降りれればいいかなと思います。はい、なので、まあ、ここに出光もありますしね、ここの出光にちょっと使って給油して帰ればいいかなと思います。ここまでね来るとね、雪かほぼほぼ路面から消えるんですけど、やっぱあそこに何だろうな、路面近くまで、ね、行っちゃうとさすがにきついですね。で、これをちょっとこっちにそれて、これは危ないかな。どうしようかな。今10時過ぎです。10時6分ですね。はい、仮眠をとって、ちょっとお茶を飲んで、峠を下って、ディーズガレージ行こうと思います。いやーでも本当あったかいですね、正直なところ。感想を言うと、あったかいです。で、あと初めて来たんですけど、まあありきたりな感想になっちゃうんですが、まあ舞台そのまんまだなっていうふうに思いました。ちょっと実は言うとこの下にあったかな、この近くだったはずなんですけど、自動車博物館っていうところがねあるんですけど、はい、そこが今までちょっと実は上がったことがありました、この車を買った時だったと思います。まあ記念のねために来てたんですけど、でその時はもう実はその日も確かに雪がすごくて、もうそこから先上がれなかったんですよね。で確か1月の頭に、まあ、中頃ぐらいに来ちゃったんで、もう全然雪が山のようにこんもりあったんですよね。だから、どうにもならなかったっていうのが正直なところです。で今回はちょっとね時期もずらし
いい天気です。快晴のピーカン照りのいい天気ですね。で、多分これスノボ行ってたら多分ベジャベジャでも本当お話にならないような、で、ね、かつ人混みだらけのね状況になってたと思うので、まあこっち来て正解かなと思います、今から思えば。ので、はい、ちょっとここ初めて来るね、聖地と呼ばれる場所にをちょっと堪能しながら、ディズガレージさんをお伺いできればいいかなと思ってます。で、この先がね、実は言うとスタート地点になってます。で、僕もまあ漫画でしかね知らなかったので、まあスタート地点の先道があるのは分かってたんですけど、どんな風になってるのか全く知らなかったです。ので、このねこまったりとした道になってるとね思ってなかったですね。はい。で、スタート地点脇それてちょっと一旦ね、どういう状況かをちょっと話した上で、原田さんを下っていこうと思います。スタート地点からねゆっくりゆっくり高低速度を持って、はい、降りていこうかなと思います。劇中多分あそこに伊香保温泉の、ロゴは多分なかったと記憶してます。ね、数々の名シーンを生み出す、本当のスタート地点ですね。で、有名なね樹くんが泣き崩れたシーンはこの先の右手側のところの、ガードレールの手前ですね。で、樹くんの、泣き崩れるというね、あの GTR の時の戦いだったりとか、あと、そうですね、凌介との戦いで、凌介、圭介にね、今夜は楽しいバトルになりそうだって言って、スタートしたのもちょうどここからです。で、匠がね、GTR とやるとき、凌介が、後追いをする形になるんですが、それもここか、こちら側にね、凌介止めていて、まあ、まさしく今僕が止めているところになりますけれども、はい、車を止めてね、匠と、中田とか出てった後、ミステリーツアーということ。はい、じゃあ出発しましょう。昼間だけどミステリーツアーです。はい、行きましょうか。ここがね、スタート地点から始まるダウンヒルですね。ヘアピン30箇所とあります。榛名街道という新しい多分あれはフラグというかモニュメントですねが立ちましてますね。多分劇中とは多分だいぶ変わったと思います。本当にこれが、多分劇中確か右コーナーが多分1コーナーだったと思うんですけど、そうですね、なだらかな右から左から、右を下っていくと、これが多分1コーナー近くにあるんじゃないですかね。はい、まだ1コーナー先か。これが1コーナーですね。後ろでね、寝袋がガタガタ言うのはちょっとご了承ください。つながって地高の下り、
モンをやった時だったんで、エボコートやった時だと思うんですけど、ね、とあるところで、この先で勾配も緩くなるんで、八郎がそこで失速だっていう、ね、名台詞っていうか、セリフがありますけれども、確かに序盤は相当きつい下りです、これは。相当きついですね。今3速でノーブレーキ、何もアクセルもブレーキも踏めない状況で下ってますけど、結構すごい勢いで、前傾なかったら普通に転がっていっちゃうと思います。ここもそれなりに行くと言ってあれば、まあ、総じて、まあ、ここまでの感想ですけど、道のボコボコさえ投げれば、総じて気持ちのいい、ゆっくり走れるいいコースだと思います。本当にゆっくりね、走れる、まあ楽しいワインディングを楽しめる場所だなって思える場所ですね。まあ作者の重野さんはね、よくこんな道を見つけたなって思います。で、これがスケートリンク前のストレートと呼ばれる場所ですね。で、ここからまた先、このコーナーが延々と続く形になりますね。はい、で、ここが見晴らし前ですね。これ多分あれですね、例の完成ドリフトの現場ですね。で、しっかりここの左端に溝があるっていうコースになってますよね。まだ全然渋川の街は全然麓までは遠い状況ですね。で、これ GoPro で見てるから多分ね、皆さんそこまでではないなって思ってると思うんですけど、これ多分正直酔う人は酔う状況なぐらい道は荒れてます、はい。ので、まあ興味半分で来るのはいいですが、よっぽどなんか車酔いする人たちは酔い止めとかを飲んどかないと相当きついと思います。はい、でここもまだこれヘアピンの始まりではないと思うんですけどね、オレンジズラではないと思うんですけど、ね、繰り返しては30キロのようです。
ですね。なので大体僕40キロぐらいでまったり、速度を、して走っております。まあ何にせよ、ね、雪の系があったりするんで、さすがに後輩です。で速度出してね、飛んでってビューンで飛んでっちゃうのも嫌なので、これはあれですね。でこれが多分ゴレンヘアピンの1個目ですね。カーブ14なんで、まあ、30個あるっていうコーナーがあるらしいんですが、それのうちの2個目ですね、これが。で、まあ事前情報として入れには入れてたんですけど、まあ、このつづらの区間の間のここは波打ってるよっていうのは実は知ってました。なので、まあ、こうやってね波打ってるのは織り込み済みですね。
りかなんかを18号下って帰ろうと思って、妙義山を使っての18号をね、まったり下りながら帰った記憶があります。みんないますね、さすがに。で、その帰りに、まあ、普通にね、高速下って帰るのもあまり面白くなかったので18号を使って帰った記憶があって、その時はもう完全真夜中の18号でした。なので実際舞台となった峠を下るのは 2回目なんですが、まあ、ちょっとね本当にここが、主人公のメインステージっていうこともあって、いつか来ようとは思ってたんですけど、なかなかね来る機会がなく、ちょっと寂しい思いをしてたところだったんですが、やっとね、この車買って5年経ちましたけど、やっと念願かなってね、はい、渋川の町に来て、舞台と呼ばれるメッセージを、ね、走ることができたのはちょっと、自分の中での一区切りかなと思います。じゃあね、このままちょっとディーズカリーさんお伺いして、遊びに行きたいなと思います。いやー楽しかったですね、本当に。そしたらね、一旦ちょっとディーズガレージさんまで、止めましょうか。で、ディーズガレージさん、着いたら、もう一回録画回すようにしますんで、はい、直前になるまでは一旦ちょっとカットしますね。はい、それで一旦カットします。